安野さん、海ごみ問題について考えてきましたが、琵琶湖にも海と同じくプラスチックごみ問題があるんです。うんうん、わしもゴミ拾いしながら歩いている時に気づいたわ。琵琶湖の東岸にある赤の湯湾は昭和20年代までは水が透き通り、魚やシジミが多く取れていました。シジミ見思い出すな。ちゃうわ、しみじみ。それがだんだん河川の汚れや青子の発生など様々な問題が生じて、近年では大花水金梅の繁茂や河川ゴミの流入による固定ゴミ問題を抱えています。琵琶湖の底にはかなりゴミがあるってことなんかな。はい、このような問題を受け、平成28年度には対策計画が立てられ、琵琶湖を汚さない農業を広めたり、川の整備や清掃活動など赤の岩の再生を願う多くの人々の取り組みによって、最近では少しずつ環境改善が見られてきました。そうなんや、みんなの大事な琵琶湖やしな、応援したいわ。2019年6月には赤の岩再生プロジェクトによる初めての固定調査が行われました。調査結果ではプラスチックごみが全体の 74.5% と最も多く、海洋ごみと同じような結果になりました。なんでそんなにプラスチックごみが多いんやろ。プラスチックは自然に分解されないので残り続けます。赤の岩でも賞味期限が30年前のパンの袋がそのまま見つかったそうです。誰かが拾わんとずっと溜まり続けるんやな。バラバラになって砕けることがあってもなくなりません。5ミリより小さなプラスチックのかけらはマイクロプラスチックと呼ばれています。これを魚が食べて、その魚を私たちが食べているかもしれません。マイクロプラスチックを食べることで生き物の体にどんな影響が出るのか、研究が進められているところです。わし、琵琶湖一周ゴミ拾いしててもいっぱいポイ捨てゴミがあるわ。あれをなんとかせなあかんな。もちろん原因の一つはポイ捨てです。しかし、知らず知らずのうちに琵琶湖や海のゴミになっていることもあります。例えばゴミ箱から溢れて風で飛んでしまったゴミ、ゴミの集積所からカラスが持ち去ったゴミ、また農作業でも肥料の袋が川に流されたりすることもあります。そうなんや、確かに商品の袋とか飛んでいきそうになる時ってあるもんな。これはみんなが気をつけることで減らせるよな。そうなんです。どうすれば琵琶湖や海のゴミがなくせるのか、みんなで考えたいですね。自分たちの生活の中で少しでもプラスチックゴミを減らす行動をすることで、海や湖の未来が大きく変わるんです。みんなの小さな努力が大きな成果につながるっちゅうことやな。はい、チリも積もれば山となるですね。チリ持つレバー、なんか美味しそう。全然違います。分かってるがな。みんなで一緒にゴミを減らす活動頑張ろうな。